ミスターチルドレンの曲を聴きますか？好きな曲はありますか？いや、聴けますよ。もうミスチル世代ですから。ああ。ね、世代的には。じゃあ曲を教えてください。いや、いっぱいありすぎて。まあ、いっぱいあるんですね。と王道で言ったらどうなんですか？終わりなき旅でしょ。ああ、出た。それはもう王道でしょ。王道でしょ。うん、今の若手はミスチルじゃないんですよね、乗るのが。だから昔はミスチルで日本代表が一つになれたのが、今は一つになれないらしいですよ。じゃあ意味がわからん。あの、代理ミスチル聞いたんですけど、若い人はもう違いますか、曲が。昔は日本代表、本田さんが行った時はミスチルで一つになれたけど、いやいやいや、別に僕らの時も別にミスチルの曲全員のところで流してるわけじゃないからね。あ、そう。うん、あのキャプテンのマコがずっとミスチル聴いてただけで、別にそれぞれ全員ミスチル聴いてるわけじゃないんで。誤解。うん、だいぶ誤解ありますね。それは全員ミスチルを聴いて育ってきましたよ。それはでも、なんていうか、試合前にミスチルを聴くかっていうのは選手による。ああ、うん、僕もそれはミスチル聴くこともあったし、ミスチルを聴かない時もあったし、僕はあんまりその、このなんか勝負時の曲は別にこれって決まってないタイプなんで。でもなんかよくよく聞くと、マコはもう絶対にミスチルとかっていう話ですよね。ジムでミスチルとか流すのはどうなんですか？ジムでみんなにやってみて、誰かが選ぶ時ミスチル。いや、だからミスチルが流れたこともあったかもしれないし、それ以外もあった、ありましたよね。あんまりなんかこれ、もうなんかめっちゃミスチル一色やったっていうことではない。あ、まあ、